はい、どうも皆さん、こんにちは。いつおです。ということで、すごい久しぶりになっちゃったんすけど、今回は昔あげたね、スイッチ版フォートナイト録画のやり方っていう動画の改訂版というか、詳しく もっとこう、なんかね、ちょっとあれ見て自分で最近見て思ったんだけど、ちょっとわかりづらいなと。いや、まあ言いたいことは言えてるんだけど、ちょっと具体例とかもね、あった方がより分かりやすいのかなということで、今回はちょっとそれの、まあ、パワーアップバージョンみたいなのをね、撮っていこうと思うんですが、言うことはね、ほぼ前回と変わらないです。ただ今回はちょっとより分かりやすいように実写を交えようかなと。僕どういう風にしてるのかっていうね、今これ実際にスイッチの画面をね、撮影してるんですけど、それどういう風になってるかっていうのも、ちょっとね、まあ、中盤か後半かにね、実写動画も入れていこうかなということで、まあ、せっかくなのでプレイしながらでいきますか。プレイしながらだったら俺すごい喋れないんだけどね。せっかくならアリーナソロ、俺さっきちょっとテストで一回行ったけどすぐ死にました。はい、やっていきましょう。まあ、言いたいこととしてはほぼ前回と変わらないので、言いたいことというか、まあ、やり方ね、方法としては前回と全く変わらないので、ただちょっともうちょっと詳しく説明していこうかなと。順を追って、ちょっと俺なんもないとこ喋りながらやってたら、なんもないとこ降りてた。どうやって行くの、いいんだっけ、ここ降りて。痛い痛い。順番に行くと、まずスイッチ単体ではね、録画機能がないと。まあ多分皆さん持ってる方は知ってると思うんですけど、昔のってなんだ、その前に上げとった方の動画ではね、てかその当時はおそらくなんかね、30秒ぐらいのクリップみたいなのが保存する機能があったはずなんですよ。でも消されたらしいんですね。今はないみたいな、なんかスクショボタンを長押ししたらちょっとだけ録画できるみたいなのあったらしいんだけど、らしいばっかで申し訳ないね。あったっていう書いてあったんだけど、まあそれがなくなって、でまあ本当にスイッチ単体ではもうスクショぐらいしか撮れないみたいな、スクショは撮れるよね、さすがにスクショぐらいしか撮れないみたいな感じになってて、でプレ4とかだと、単体で録画機能があるんだよね。まあだから、ね、外部のって言い方ちょっとややこしいけど、外からね、他の機械を使って、おお、ところが2個もあるじゃん、ここ。他の機械を使って録画しようっていう話になるんですけど、前回も登場したキャプチャーボード、これがね、まあ一番の肝というか一番大切な部分です。まあそのキャプチャーボードというのが必要になってくると、スイッチ撮影したければ。でですね、ここでまた下手くそな図が入ってくるんですが、図のクオリティはね、何年経っても変わらないので、そこはご了承ください。まず今の多分状況だと、大抵の人は、大抵というか、まあ多いパターンというかだとすると、今、まあ、テレビかモニターかどっちかはその人それぞれだと思うんだけど、スイッチをね、こう、まあ、携帯モードでやってるって言われたら、もうそれは撮影の仕方はちょっと分かんないんだけど、携帯モードじゃなくて、このドックって言うんだっけ、これ、刺す場所ね、刺す場所に刺してテレビモードみたいなんでやってる人というのを前提に話していくよ。そしたら、まずその刺してるドックでいいの、言い方曖昧な記憶なんだけど、まあそいつをね、そいつに HDMI っていう線でね、そう、再び出てきたよ、 HDMI って覚えてる？前の解説動画見てた人は覚えてると思うんだけど、ちょっと太めのね、なんか差し込み口がこう、例えが難しいんだけど、なんか平べったいね、差し込み口が平べったい線があると思うんだよ。割と太めの、あれ、ここあったっけ、ここ復活した、まあいいや。でそのキャプチャーボードとやらは、まあ買ったはいいけど、どこに繋ぐのって多分なると思うんですよね。それも、そのキャプチャーボードとやらは、HDMI っていう、そのテレビと、今ね、スイッチとテレビをつないでる
線と同じ線の差し込み口がね、多分2つ、まあ、2、これはややこしいから後で解説するか、まあ、2つないし1つあるはずなんですね。そうだから、まあ、言うなれば間に挟むみたいなね。今そのテレビとスイッチを挿してるその間にこれを挟むみたいな感じに、足落としなかった？なるんですよ。じゃあその映像をね、キャプチャーボードっていうのは本来、まあこれもね、これもちょっと物によるって感じなんですが、まあ録画するためにね、この HDMI で映像送られてきたね、まあプレ4とかスイッチとかは、まあ大抵のゲーム機って言ったら、まあ語弊があるんだけど、まあ今はスイッチ向けの解説だから、まあ HDMI でね、映像が送られてくるわけですよ。その映像を取り込む、パソコンに取り込むための機械だと思ってください。そうだから USB の端子もついてるわけですね。そのキャプ、怖い音鳴ったね今、キャプチャーボードには。ぶね。キャプチャーボードにもいろんな種類があるわけですよ。そう、機能その1、パススルーっていうのがあるんですね、キャプチャーボードには。そう、それ何かっていうと、 HDMI の差し込み口が2つあるキャプチャーボードなんですね。それはそう、何ができるかっていうと、2つあると何ができるかっていうと、まあちゃんと役割があるんだけど、同じやつ2つじゃなくて、ちゃんとね、アウトとインで分かれてる、まあ映像取り込むと出力するっていうのができるタイプなんですけど、まあ、それができると何がいいかっていうと、テレビでパソコンに映像を取り込みながらそれをテレビで確認できるんですよね。 その機能があれば。うわーマジかー。ちょっとね、重要なとこを話そうとしたら戦闘になってしまいましたので、キャプチャーボードにもいろいろ種類があって、それで単体で録画できるってやつがあるんですよね。そう、キャプチャーボード単体でパソコン、本来今パソコンに映像を送ってそれを録画するって感じなんですけど、高いやつだと多分単体でね録画できるやつもあるんですよ。その場合だと、まあ、録画に関してはパソコンとか必要なくなると、つなぐ必要がなくなるんですよ。ただし重要なのは、結局映像編集とかをね、その撮った動画を編集したいとかってなったら、まあ結局パソコンか、もしくはなんかその他、まあ、タブレットに映像を取り込めるのであれば、それもまたやり方はちょっと変わってくるんだけど、まあタブレットもしくはパソコンとかが必要になってくるって感じで、まあ録画機能はまあキャプチャーボード単体で撮りたい人向けって感じかな。ただ映像編集にはまた別のものが多分必要になってくるっていうのを覚えておいてください。だいぶね散らかっちゃったので、バラバラにねなっちゃったので、まとめると、まあまず、まあ、スイッチ本体に多分あのテレビモード用のねドックとかはついてると思うんで、まあまずスイッチ本体で、もうそれ持ってるよって方は、キャプチャーボードが必要になってくる。でそれをテレビで見ながらやりたいって方、まあパソコンの画面でも一応映像取り込んだら、まあ見えるっちゃ見えるんだけど、取り込むにはね、またその取り込んだらすぐパソコンに画面にパッて映るってわけではなく、まあ、取り込む用のソフトとかがまた別にあるんだけど、そのパソコンでそのソフトで見る場合、まあ、ちょっと画面小さいかなとか、普段のテレビでやりたいとかっていう方は、そのキャプチャーボードでもパススルーっていう機能をね、パススルーって名称はまた違うかもしれないけど、そのテレビに、まあ、ほぼ遅延なく映像を送れるってやつ、映像パソコンに送りながらもテレビにも送れるっていうタイプのキャプチャーボード、まあ、それを用意して、であとは接続すると。で接続に関してなんだけど、あとで実写動画でね、ちゃんとあとで実写映像を流すんですけど、この試合が終わったらにしようかな。じゃこの試合勝っても負けても勝っても負けてもその映像を流しますので、
飛ばしたいって方はまあ飛ばしてもいいけど、僕の勇姿をね、良ければ最後まで見ていただいて。死にそう範囲で。あーはー、よし、ということでこっからは実写となっていくんですが、ちょっと机の上汚くて申し訳ない。あれが今ね、ちょうどこれ映ってるのがキャプチャーボードです。ピント合うかな、合ってるかな、なんか HDMI in out とか、ちょ文字反対になってるな。多分ね、 HDMI in out とか書いてあると思うんですけど、これがキャプチャーボードとなってます。後ろのねスピーカーとかはちょっと関係ないです。で、こっちにねスイッチ本体、ここの挿すやつと、この本体と、挿すやつね。そう、これにあの今テレビで多分 HDMI どれだろうな、これは充電のやつでしょ、ここら辺かな。ちょっと俺のやつはちょっとプレフォーも繋いでるからややこしいんだけど、これここに刺さってます。でここに取り込ん で、あとこれね、これがパソコンと繋がってる方です。 USB パソコンに繋がっております。これは USB 端子だからこれかな、ピント合ってるかな、一番手前じゃなくてあの一番奥のやつね、奥のやつと繋がってます。説明しづらいんですけど、自分の環境だとこのねアウトって書いてある方あるでしょ、これがもしこれをモニターに挿したら、これをねこのモニターに挿すと、そのパススルー機能って言ってたやつね、ずっと俺が言い続けてたパススルー機能っていうのがあれば、ちゃんと映像がテレビにも、パソコンのこっちのパソコンにも、ほんでここに繋いでるテレビにも行くって感じで、なんでじゃあ俺のやつなんでモニターに映ってるんだっていう話になると思うんですけど、本当はこのあれだよ、ここからモニターに繋いでも別に映像は見れるんだけど、俺の場合プレフォーも挿してるから、そうプレフォーとこう切り替え、映像切り替えて撮影したりする時があるからややこしいんでね、俺のやつは多分参考にしない方がいいです。で、今モニターではスイッチのね画面が直接って感じ、まあ直接って言っても分配器とか通してるけど直接って感じで、こっちでパソコンのサブモニターでこう、これが、キャプチャーソフト OBS ってやつを私は使ってます。これね結構使い勝手がいいんで、ここで録画っていうのをこう押したら、もう録画されるって感じですね。でマイクとかもつないでね、パソコンに、これが、パソコンに映像をこう取り入れてるって感じだね。大丈夫、ノートパソコンとかでも、まあ、このねこの左から出てるこの線をノートパソコンとかに挿しても、いや同じ感じで多分このソフトがね、ちゃんと対応してるソフトがあれば取り込めるはずです。ということで、今回は録画のやり方、スイッチ版フォートナイト録画のやり方、まあフォートナイトに限ったことじゃないけど、スイッチでね録画する方法でした、改訂版でした。また会いましょう、さよなら。酔うかこれ、ごめんね。